はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。今日デモ申請手続きに警視庁に行ってまいりました。東京以外だと県警本部に行かなくちゃいけないんでしょうかね。所轄で間に合わなくてね。2回行けなくちゃいけないから、県庁所在地まで遠いとこだと大変ですね、デモ申請ね。ちなみにですね、福島県は広大なので、私が住んでたいわき市から県庁所在地の福島市までは車で2時間かかります。東京に来た方が全然早いの。もう遠くて遠くて嫌になっちゃいますね。ともあれこれで正式に告知開始できます。NHK スクランブルイコール解体デモ開催。なんで解体かっちゅうと、スクランブルにしと売り上げが半分以下になり崩壊するから、潰れるから NHK が。日時12月4日日曜日13時30分集合。場所神宮通り公園北側渋谷区神宮前6-22-8。わかりにくい、ちょっと入ったとこにあるんで、携帯のナビかなんかで、来られるといいかもしれません。スクランブルにして、日本人より韓国人を優先して出す紅白とか、外国人はタダで見れる豪華番組。でもいいや、納得してる人だけ契約して金払って見ればいいんですよ。で、金払いたくないっていう人は見れなくしてね。今金払わなくても見れるしっていうのが曖昧でダメだから。あとテレビもすらみんな払えっていう、姿勢だとね、こういうことやられちゃうと韓国人歌手を優先してる。こういうことやられちゃうと腹が立つものであります。皆様よろしくご参集ください。11月24日、参院総務委員会で古賀議員、立憲の議員だって、ワールドカップ放送権料はいくらでしたか ?NHK、守秘義務で言えない。古賀、誰に対する守秘義務、NHK、契約関係者。古賀、契約相手は、N、NHK、FIFA から放映権を買った代理店。代理店とは、電通。なんで最初から電通って言わないの、NHK 聞かれなかったので。まあ、なんとかかんとか隠そうとして、画策してる節がありますね。支払い原資は受信料やんけ。なんで非公表なんだよ。契約すとき、金額が秘密にするとか、なんでそういう約束が、成立するのかって話。金額非公表では、中抜きし放題では、など、非難合合でありました。だって確定申告するときに、電通、どうせいくらがバレるじゃんね。放送権料買いましたって経費に計上するんだから、なんでそこまで隠さなくちゃなんねえんだって、謎もありますけど、ネットの判断です。さまざま NHK でサッカー中継しなくていいのでは。受信料なのに。おかしいよね、民間じゃあるまいし。金額非公開なら、いくら抜いてもわからんな。受信料は誰が払っているのか、分かっているのか。電通が力を持ちすぎている感は否めない。公共放送を名乗っているのに、資金の使途がこの上なく不透明。そもそも NHK はワールドカップ放送する必要なくない?公共放送でスポーツ大会を放送する必要性に疑問と。そのうち月に2回開かれている経営委員会にですね、スポーツ関連予算ということで金額が出てくるんでしょうけれども、電通に払った金はですね、内部の人以外は永遠にわかんないでしょうね。これスポーツ関連つって他とごちゃ混ぜにして総額いくらですなんて報告されちゃったらさ、一般人はそれしか公開されないからわかんねえんだろうね。電通が FIFA から放映権買って NHK がそれを買うっておかしくないか。NHK が直接買えばいいものを、なんか電通を儲けさせるためだけに間に挟んでんのかな。 NHK 中の人、ワールドカップや五輪などのビッグイベントの放映権は高くて民放は買えない。 NHK が買ったものを部分的にお裾分けしてもらってる。だから民放は NHK に一切逆らえず、その関係はライバルというよりも親分子分の関係であると聞いております。中の人に、 NHK の中の人、その親分 NHK の上に電通がいるってことなんですかね。上納金よろしく、間に電通挟んで儲けさせなくちゃいけない、なんか義理だのなんかあんでしょうかね。疑惑は深まっただよな。ところでこちらをご覧ください。
これは12月25日開催の NHK 経営委員会の資料なんですけれども、支払い率 79% とあります、80% 台を維持しなければなんて今後の目標で言われてるんですけれども、ということは 21% の世帯が滞納しているってことですよね、総契約数は約4500万件なので9万世帯が滞納してるっつ、これはもちろんですね、商売でやってるとこは滞納少ないでしょうから、例えば病院とかホテルでいっぱい契約しててもね、それを抜いたら、あれだ、一般人の世帯は2割どころじゃねえって話になりますね。3割、4割当たり前っていう、滞納してるっていう、2割も、900万世帯が滞納してるっちゅうね、2割もお金払ってくれないんじゃ普通の企業は潰れてますって、それでもびくともしないってことは2割滞納でも大丈夫なように受信料そもそもぼったくってんだろっていうことになりません、一切滞納がなかったらば2割下げられるってことだよね、受信料ね。まあ、独占企業だもんな。そりゃ好き勝手な受信料の金額にするよな。その電通なんですけど、電通、博報堂、東急エージェンシー、セレスポなど、広告代理店、軒並み、東京地検がガサ入れいたしました。容疑は組織委員会と癒着し、五輪事業入札談合だって、一応談合らしき、談合じゃねえや、入札らしきことはしたんですけれども、電通が取り仕切って談合、各社が落札するやつをあれしたんじゃねえか、調整したんじゃねえかという疑惑。まあ、ガサ入れ入ってるぐらいだから、まあ、やってんだろうなっていう証拠つかんでんでしょうね。NHK も民放も報道しているが、報道しない自由の行使はやめたのかな。電通を悪く、言うなんて、NHK も民放も珍しいなぁ、思っちゃいました。ネットの話です。まさしく東京オリンピック、さーて何人起訴されっかな。もう時効だけど。長野五輪だって真っ黒け。まあ、そうでしょうね。東京五輪だけっていうの考えにくいもんね。組織委と電通が仕切ってたのか。なんで今までバレなかった。小池都知事、だんまり。絡んでんじゃねえの？絡んでる側じゃねえの？小池都知事。ディベート目的で五輪誘致。まあ、スポーツを発展させたいとか、日本の評判を高めたいとか言うんじゃなくて、まあ、儲けたいっていうのが第一目標なんでしょうね。開会式はねえわと思ったわ。ついでに佐野エンブレムがなんで選ばれたか調査してほしい。あったな、新規育成組織みてえなノリみてえなエンブレム。最初の佐野も博報堂出身だもん。コロナ関係の給付金の元請けも電通。電通幹部の逮捕来るかな。東京地検の晴れ舞台、東村山氏は学会企業しか落札できない仕組み。そうなんだ。東村山市の市議会議員転落死してなかったっけ。なんかね、学会に睨まれて、東京五輪は結局7兆円かかったそうで、広告代理店はさぞかし美味しい案件だったんでしょうね。つべやツイッターはそういえば代理店なんか通さないで自前で自力でスポンサー広告主を募集してますけれども、なんで日本のメディアは自力でスポンサー探しせずに広告代理店かますんでしょうね。なんかおかしいな。大幅に中抜きされて損なのにね。広告と宣伝するのがテレビや新聞の本文なんじゃないのか。だったらスポンサーも自分らで募集したらいいのではないか。声がでかいんだからさ。広告と宣伝で自力でね、スポンサー集め、なんでできねえの？全くの謎ですよね。海外のテレビ新聞は、どうやってんだろうね。日本だけなのかな？広告代理店挟む。電通とか博報堂とか挟むってね。謎ですよ。私一度だけ東京地検特捜部さんと、地検内の会議室でお話ししたことがあります。まあ私一人だけじゃなくて、他に数名、おって、その人らとお話ししに行ったんですけれども、地検の中ね。あそこに通されただけで、普通の人ならビビります。お迎えからしてですね、窓が塞がれてて、
どこの道通ってんだかわかんねえワンボックスの鉱石に押し込まれてですね、地下駐車場についてですね、まあ東京地検のどっかの駐車場、荷物用って書いてあったかな。さて、政治家含む談合に加担した甘い汁吸ってた上級国民さんは、あの雰囲気に耐えられっかな。地検の中もう全然窓ねえんだから。で、あの巨大な建物廊下をね、シーンとして誰もいないとこ通されて、こちらですっつって、会議室殺風景なとこ通されて、あの雰囲気耐えられっかなーってちょっと思います。北京、上海、武漢、四川、ウイグルや北京大、清華大、四川外語大など、全国の50大学の中国全土で近平退陣要求デモ開催だって、取材していた BBC 記者が武装警察に捕まり殴る蹴るの暴行後釈放。なぜか新宿駅でも50人ばかし集まって近平退陣要求集会開催だって。日本でやってもしゃあねんじゃねえの、んなの迷惑じゃねえ。それに外国人の政治活動禁止が建前じゃないのかな。ネットの反応です。天安門事件、文化大革命来た、絶対皆殺しされるやん。いつもと完成でもと違う感じ。日本の新聞社が静かだな。みんな天安門広場に集合した方がいいよ。天安門は一箇所に集めて殺戮できたけど、各地で同時多発は対応難しいだろうな。五毛が静かなんだが、お給金が滞ってるのかな。大変で、中国共産党大変で、昔から GDP 伸び率 6% 切ると内戦が起こると言われてきたが、どうなんだろう。戦車と少数民族部隊がアップを始めました。BBC 記者エドワード・ローレンス氏が当局から暴行を受け、手錠をかけられ拘束されて、その後釈放された。デモもできる民主国家ですよアピールで近平がやらせている可能性。BBC 記者が暴行されてるからアピール説は否定された。そうだね、アピールしたいんだったら外国の記者は優遇してどんどん世界中に報道してくださいってなりますもんね。頑張れ近平、民主主義に負けるな。日本のテレビ局にも報道されるぐらい隠しきれなくなってきたか。そろそろ黄色い布をかぶる時なんでは。黄巾の乱ですか。なんとテレビ局、日本のテレビ局も報道、隠しきれないってことなのか、それとも中国共産党からのお給金が滞っているのか。同時多発ってのが気になりますね。各地で不満の度合いは違って当然ですよね。とうとう我慢できねえわっていうとこから徐々に始まっていくっていうのが自然なんですけれども、まあ自然発生でないこの動き、なんか黒幕いそうだな。まあ情報が少なすぎるので続報待ちであります。昔と違って世界中の衛星が近平見張ってっからな。全部のスマホにカメラついてるし、人民が持ってるスマホ全部にカメラついてるし、間違っても日本にね、逃げてこないでね、難民として、迷惑ですから。だってね、なんだっけな、なんとか省だけでも人口9000万人いるっちんだもんな。何省つったっけな、忘れちゃった。福建省だっけな。そんな奴らが一部でも難民だなんつって逃亡してきたら、日本も大混乱になっちゃうから、来ねえでね。なんとかソフトランディングしてもらいたいな。日本のためだけを考えるとね、日本の利益だけを考えると、鎮圧成功してもらいたいな。逃亡者出さずに。なんて血も涙のもないことを私は考えております。というわけで、11月4日、NHK でもよろしくお願いします。メール党員さんも大募集であります。12月29日、メール党員さん限定忘年会やります。こちらのご応募もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。